福岡県、中学高校、制服人気ランキング。まずは中学校から。第5位、東福岡事業館中学校。福岡市にある、私立男子中高一貫校。制服はオーソドックスな爪襟学ラン。色はダークな青で、より重厚な学生服に感じます。夏服は半袖白シャツにスラックス。シンプルイズベストな制服です。高校は、サッカーやラグビーの強豪として知られる、あの東福岡高校。数多くのプロ選手を輩出しています。第4位、八女学園中学校。八女市にある、私立中高一貫校。制服は男子がコンブレザーにコンスラックス。女子は上着がセーラー調のジャケットにチェック柄スカート。夏服は男子が半袖白シャツにスラックス。女子は白基調のセーラーブラウスにスカート。とても可愛くコーディネートされた制服です。八女という名前ですが驚愕です。なお、八女市に女子校は存在しない模様。第3位、西南女学園中学校。北九州市にある私立女子中高一貫校。制服は今期調のセーラー服。カラーと袖口に赤い3本線が入り、同じ色の大きめのスカーフ帯を胸元で丸く結ぶデザイン。夏服は白のセーラーブラウス。スカーフ帯が紺色になり、爽やかな印象を与える制服です。夏服、冬服、それぞれに着用自由な帽子も制定されており、特に麦わら帽子は非常に可愛らしく、唯一無二。第2位、九州国際大学附属中学校。北九州市にある私立中学校。制服は男女ともに上着はブレザー。男子はスラックスにエンジ系ストライプ柄のネクタイ。女子はスカートにストライプネクタイ。夏服はチェック柄、スカートに半袖白セーラーブラウス。カラー部分にグレーのラインが入り、爽やかな制服です。シャツブラウス、セーターやネクタイ、マフラーなどは中学校にしては珍しい多色展開。とても自由でおしゃれな着こなしができます。第1位、上智福岡中学校。福岡市にある私立中高一貫校。制服は男女ともにコンブレザー。男子はグレースラックスにストライプ柄のネクタイを着用。女子はグレースカート、男子と同じ柄ネクタイを着用。夏服は涼しげな半袖白ワイシャツ、ブラウスになります。統一感のある爽やかなコーディネートです。2010年に上智大学との業務提携を締結したことにより、現在の校名になりました。英語名は上智大学と同様、スフィア福岡ジュニアハイスクールとなります。続いて高校。第5位、西南学園高等学校。福岡市にある私立中高一貫校。制服は男女ともに上着はコンブレザー。胸元のエンブレムが目立ち、おしゃれな印象。男子はチェック柄スラックス、ストライプ柄ネクタイを着用。女子はチェック柄スカートに男子ネクタイと同じ柄のリボンを着用。スマートな印象の制服です。中学校3位の西南女学院中学校とは同じ系列。こちらは強学校となっています。第4位、西林高等学校。北九州市にある私立高校。制服は男女ともに上着はコンブレザー。男子はコンスラックス、ストライプ柄の入ったネクタイ。女子はチェック柄、スカートに赤のリボンがワンポイント。ノーマルなデザインながら可愛いらしい制服です。普通科のほか、食物調理科を設置。高校3年間で調理師免許を取得できます。第3位、大和西蘭高等学校。直方市にある私立高校。制服は男女ともに上着はコンブレザー。男子はスラックスに水色ネクタイを着用。女子はチェック柄のスカートにストライプ柄、リボンを着用。シックで大人っぽい制服と評判です。高校のある直方市は、なお方ではなく、直方と読み、地味に難読地名。第2位、博多女子高等学校。福岡市にある私立女子高校。制服は白基調のセーラー服。冬服はカラーが紺に白ライン。胸元の紺リボンが可愛いアクセント。夏服はカラーが白になり、紺ラインが入った半袖タイプ。胸元のリボンは冬服同様に紺色のデザインです。日本一可愛い制服と呼び声高く、地元ではあまりにも有名。以前の学校パンフレットには橋本環奈が起用されたことも。いよいよ第1位の発表。第1位、西日本短期大学附属高等学校。八女市にある私立高校。制服は男女ともに紺のスーツスタイル。男子はチェックスラックス、ストライプ柄ネクタイ。女子は赤系チェックスカートにストライプ柄の大きなリボン。可愛く、爽やかなイメージを印象付ける制服です。甲子園過去7回出場の野球の強豪校。新庄ビッグボスも OB の一人。ここからプロ野球、メジャーリーグへと羽ばたいていきました。いかがでしたでしょうか。今回紹介した以外にも、制服が人気の学校は山ほどあると思うので、ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録もお願いします。